ピソウイルスはウイルスの属の一つ。アメーバに感染するピシバイラスサイビリカム一種のみを含む。日本サる DNA を持ち巨大核質 DNA ウイルスに含まれる。2014年にシベリアの永久凍土から採取された3万年前の氷床コアから発見された。俗名ピシバイラスは古代ギリシャの亀であるピトスに形が似ることから命名された。 長径1.5メートル、単径0.5メートルで、これまでに知られていた最大のウイルス、パンドラウイルスの2倍の大きさである。一端が開いた、大円球型の細胞壁を持ち、内部は、ハニカム構造となっている。ゲノムには、約500の遺伝子が含まれる。これは、典型的なウイルスより多いが、パンドラウイルスと比べると一桁ほど小さい。つまり、本種のゲノムは、 他のウイルスと比べ遺伝子密度が低いということである。また、2、3のタンパク質は他のウイルスでは見られないものであった。ゲノム配列はパンドラウイルスよりもマルセイウイルスかメガウイルスかイリドウイルスかなどのウイルスと類似している。これらの都がはすべて性二重面体の大型 DNA ウイルスである。パンドラウイルスのゲノムの GC 含量が61%を 超えるのに対し、ピソウイルスでは36%で、この値はメガウイルス化のものに近い。天然痘ウイルスなどの DNA ウイルスと同じように、複製は縮主の細胞質で行われる。エクスマル西洋大学のジャンミシェル・クラブリーとシャンタル・アベルジェルが率いる研究チームにより、シベリア、熟ュクチジチクエン,ンの永久凍土から採取された3万年前の氷床コアから発見された。 これは、後期更新予の堆積物の30メートル下から採取されたものである。2000年に採取された川岸のサンプルからアメーバが現れ、死にかけたアメーバを調べたところ、巨大なウイルスが発見された。発見者は、氷床コアを調べるというアイデアは、2012年に氷床コアから菅原ビランジの蘇生に成功したという話から思いついたと語っている。 本種の発見は2014年3月米国科学アカデミー企業で発表された。ありがとうございます。